こんにちは、辻です。この動画を収録しているのは令和3年の6月の下旬、夏休みが近づいていますので、今日は自由研究、忙しい中学受験生にとっての自由研究についてお話をしたいと思います。まず一つ目、自由研究の目的なんですけれども、自由研究がなぜ毎年、提出が自由っていうところもだいぶ出てきたようですけども、やはり毎年どこの小学校でも宿題として出されることが多いのは、やはり目的があるんですよね。その目的は何なのかということについて今一度考えたいんですけども、自由研究を行うことで思考の枠組みですよね、を学ぶことができると、学んでほしいと、こういう意図があるんではないかと僕は思っています。どういうことかというと、ものを考えるときには、例えば脈絡なく考えるんじゃなくて、仮説こうなんじゃないかっていう仮説を立てて、そしてそれが本当にそうなのかということを自分で例えば実験するなり、誰かに聞くなり調べるなりということをして、確かにこうだという結論を出す、こういうプロセスですよね。でこれを自分なりに手順を立てて、研究しなさいという宿題が自由研究だと思うんですよね。ですからこの意図をよく理解してですね、宿題をやる前にお子さんにこういうふうにこれが大事だから、まずは仮説を立てて、それもメモっておくんだよ、これは自由研究の発表のとこでも言いますけども、仮説をまず立てて、それが何だったのか、正しいのか、それを確かめるためにやるんだよ、こういったことを伝えてあげるようにしましょう。さて2つ目ですけども、この自由研究という宿題を通してお子さんが得られるもの、つけることができる力について考えてみたいと思います。先ほど申し上げた物事を考える時の手順を身につけることができる、経験することができる、これは大きいですよね。そしてそれ以外にも、例えばどういうふうに見せようか、どういうふうに発表しよう、宿題として学校に提出するためには何か形のあるものにまとめる必要がありますよね。そうするとお子さんがそれに向けて準備をする、そして実行する表現力といったものを鍛えることができます。そしてこの表現力の中に含まれるのは、文字で表す、そして図で表す、今であれば写真で表すとか、場合によっては動画を撮ってそれで報告する、こういったこともありそうですよね。どういったツールを使って、どういった方法で表現すれば一番伝わりやすいのか、例えば動きのあるものだったら実は動画が一番いいかもしれません。動画を皆さん、みんなに見てもらうにはどういう方法があるのか、例えば YouTube に上げて URL を貼り付けるとか、お子さんによっては QR コードでスマホで読んでもらおう、こういうアイデアがあるかもしれないですよね。今できる実践的な表現のアイデアをいろいろお子さんと一緒に検討して、そしてそれを表現してみるというのも親子でできる楽しい作業の一つになると思います。さあ3つ目です。これはいろんなところで今年も聞かれると思うんですけども、何をやればいいですかとか、どんな題材がありますか、こういったことですよね。実は題材というのは身の回りに溢れています。どんなことでもいいんですけども、僕がよくお勧めするのは、やはり受験生忙しいですし、受験勉強に役立つものであることが望ましいですよね。ですから例えば塾のテキストとか過去問をやってる時に、理科の問題で出てきた実験、これを自分で再現してみる。よく先生、この実験自分で僕できますかっていう質問を僕にしてくれる子がいるんですよね。そういった子は実は理科がすごく伸びるんですけども、勉強してる時に出てくる理科の実験の問題、実はこういった実験は手近にできるものが多いんですよね。使う試薬とかもインターネットで通販ですぐに手に入ったりとか、紫キャベツ液とかであれば紫キャベツを買ってきて煮出すだけですから自分でもできますし、僕も動画などで紹介したことがありますよね。実は紫キャベツじゃなくても、この時期でしたら赤しそを買ってきて煮出す、赤しそジュースですよね。あれは実は紫キャベツと同じようにアントシアニンという色素が入っていて、色が変化するということですから、手近に試すことができます。こういったものを実験の題材として選んで親子でやってみる、こういうことでもいいですよね。それから実は自由研究ですから題材は自由なんですよね。少しでも不思議に思ったこと、これを掘り下げて自分で調べてみる。その時に何回か言ってるように仮説を立てる、もしかしたらこうじゃないか、自分はこうだと思う、予想するってことですよね。仮説を立てて、それを自分なりに調べたり実験して検証する、そして自分なりに結論を出す、実は調べてみたらこうだったといったことですよね。これをまとめる、これが自由研究の手順ですから、題材は何でもいいんです。実は何年か前に自分が夏休みの宿題を最終日までやらなかったらどうなるかということを題材にして、自分の心の葛藤であるとか焦りとかね、いうことを細かにレポートして自由研究をした小学生のお話が話題になったことがありました。
ぜひおすすめはしないですけども、でも題材は自由ですから、自由な発想であれについて調べてみよう、今年はこれについて掘り下げてみよう、親子で実は考えてみると意外と楽しいですよね。2021年令和3年の自由研究、ぜひ親子で工夫して楽しいものにしていただきたいと思います。この動画が受験生、そしてそのお父さんお母さんの少しでも役に立てば幸いです。